さあ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 始まりました後編です、うん、前回はね目を背けていたムーブメントやめました。やめたって違うな、順番をね先にカスタムしちゃったっていうね、順番逆ですけどね。普通は先に動くかどうか確認するけどね、前回はカスタムを先にしちゃいました。なので今回ムーブメントを動かさないことにはこの俺のカスタムジェット完成しません。カスタムジェット何本か作ってるんですけどね、今回は完成しませんか。そうじゃない、このムーブメントを直さないことにはカスタムジェット完成しません。さあどうなるか、オーバーホールはさらっと流します。動くかどうかだけ見ていきましょう。そして完成したのかどうか、さあいよいよ後編スタートとなります。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味そしていろんなことやっていきます。興味がある方チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。ボロボロのジェット全く動かない、ゲットしました。いや、シチズンオートデータジェットのオーバーホール全く不動です。全く動かないやつ、果たして動くのか、オーバーホールで動くのかやってみましょう。よし、また洗浄しよう。
いやー、よかった。綺麗に動いてます。本当に綺麗に動いてね、嬉しすぎて撮ってないっていうね。この前ね、タイムグラファーでもチェックしてるんですよ。それすら撮ってないっていうね、失態を犯しました。もう針も乗せてます。ケースも研磨して、プラフーボも新品を用意し、それすら撮ってませんでした。いや、相当嬉しかったんです。今回は動かないと思ったんでね、いやー嬉しかった。オーバーホールで治ったのでね、動いたので、嬉しいですね。まあ続きやっていきましょう。素晴らしい。今回のカスタムジェットは、そう、インデックスがないんですよ。もともとまあこれに乗っていた、まあインデックスが9時1の1箇所だけっていうね、それしかなかったもんで、インデックスは全部やめました。なので彫りを加えてインデックスは全部乗せないようにしました。あー嬉しかった。これは嬉しい。そう、ではあんなボロかったのを見てみましょう。ここまでボロかったんです。見てください。9時1のインデックスが1個だけ、あとは数字が書いてあり、ケースもボロボロ。これがどうなったのか。そう、シチズンジェットオートレーター27席カスタムジェット見ていきましょう。シチズンオートデータパラウォーター 40m 防水パラショックになりますね。光が見えちゃって、あんだけ汚かったもの、ボロかったものを復活、そしてカスタムさせてみました。ベルトはレザーのナトーベルト 20mm です。ラグ幅 20mm なのでかなり大きめです。ヴィンテージとしてはかなり大きいサイズになりますね。やはりヴィンテージですので薄さはありますが、プラフーボの厚さかなり出てるね。プラフーボはやっぱり出ちゃうね。いやー美しい。カスタム加えたとはいえ、このプリントがしっかり残しました。プリントに腐食がなかったもので、ちょっと拡大してみましょう、プリントをね。シチズンオートデータ27席パラウォーターも残してね、でカレンダー枠も削ったから一体感が出ております。とはいえここにはね、拡大鏡がついてます。プラフーボの拡大鏡、拡大鏡この表に出てきてないんだよね。裏側で拡大させてるので、ここがスルッとしてます。その触り心地がこのいいというか、触らない感じになってます。ケースも磨き込みました。かなり磨きました。かなり研磨して、あのボロかったのを
共鳴を出して、真鍮のケースなんで、まあ多分真鍮だから腐食、そして色がまたね変わってくると思います。そういった場合またね、クロスで磨くとまた復活しますから、その時またね動画撮りたいかなと思っております。いやー綺麗だ。なんとかオーバーホールで動きましたから良かったです。動かなかった。リューズもきっちり動くようになりました。巻き込みもできます。しっかりね巻けますし、うん、よかった。今回はね、ナトーベルトにしてみました。黒のナトーベルト、うん、いやあんなにボロかったのがここまで綺麗になると、綺麗に、そして動いてます、動いてる、本当に綺麗に動いてる。タイムグラファー載せたけどいい状態でした。270度ぐらいかな、うん、まで復活してました。いやーいいなー、うん、ナトーベルトもいいもんだね。また一つお気に入りが増えました。いいなー、マジでいいなー。ベルトはね、これがついてきたんですけどね、ほら、ビョンビョン、うん、俺このビョンビョン嫌いなんですよ。なんでかって毛に引っかかるんですよこれ別に悪くないんだけどね、これ毛噛んでみたいんだよね。これ毛深い人はダメだよねまあそんなことはいいかはい、最後にじゃあ見せておこう。いや素晴らしい、本当にいいな。美しくなりました。またたまらねえな。ということで動いたんです。うん、動きました。まあ油の固着だったのかもしれないね。油の固着だった可能性が大きいです。動いた、よかった。状態もいい、うん、タイムグラファーの設定状態もいいです。かなり嬉しい、うん、でまあ問題だったリューズもおそらくチューブ、いやー どうなんだ、あそこ油さしたからね、うん、シリコングリス入れて回るようにしましたけど全然動いてるな、うん、まあ、洗浄したのでその辺で油が落ちたのかもしれないし、あのリューズもねちゃんとあの洗浄したのでできました。かっこいい、かっこいいね。あんなにボロかったのに2000円でしたけど、2000円で購入したものがこんだけ綺麗になります。今回は嬉しいな、嬉しかったな、うん、ケースもね研磨機で研磨し、風防もプラ風防もストックがあったのでプラ風防も新品にして完璧です。完璧完璧。年代はいくつ、何年だろう、ちょっとねちょっと見てみる、待ってて、64年だ、1964年、うん、1964年製です。見事に復活、また時を刻んでおります。若干このリューズのところ若干ね、鼓とその筒車、つづみとあのギチ車ちょっと合わせが減ってるのかな、どっちかが減ってる感じ、たまにね空回ります、ガリって言います、
たまに空回るぐらい、うん、他は状態はいいです。ものすごく状態はいい。ユーザーも変えた方がいいかもしれない。負けねえ、滑ってさ。いってるいってるいってる。負けにくいんだよね、負けにくい、うん、いやめちゃくちゃいいよ、めっちゃお気に入り。カスタムジェット、まあ何本かありますけどね、今度まとめてちょっとご紹介してみようかなと思ってます。今回はこのプリントが残ってましたから、ピシッとこの腐食なくプリントが残ってました。なのでプリントを残すように彫りを加えていったんですが、もう一個やりたいものがあるんですよ。やりたいこの彫りを、彫りっていうのかな、あるんですけど、まあまたねジェットでやりたいんですけど、またこれぐらいボロいジェットが出てきたらやろうかと思ってます。いいな、マジでいいな。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ただ本当にね、アンティーク、あとヴィンテージ買うときにはかなり注意が必要ですから、まあ、買う人はね、気をつけて買ってください、うん。でもまたね、やっぱりオリジナル、そしてアンティークですから、全然コピーなんかより全然いいですよ。コピーにお金費やすよりね、こういったものをね、買った方がいいですから、皆さん。後世に誇れるものですから。日本が生んだ昔のね、すごかった時の日本がここにあります。コピーをするよりもこっちの方が絶対いいですからね、ぜひチャレンジしてみてください。いやー、よかったよかった。ってことで、今度このカスタムジェット何本目だ、4本目になるのか。ジェットをカスタムしたら4本目。ジェットをすげえ持ってるんですよ。ジェットいっぱい持ってて、何本あるのかな、10本以上あるな、うん。またもう1本買ったんですけど、うん、それはきちっとこう復活させるように、こう残すようにな形でこうやっていきます、ってことで、まあもう本当はね、インスタツイッターではもう上がってます。完成したのはもうね、ご存知の方はいるかと思います。なのでインスタ、ツイッター、SNS の方でもね、また照らし合わせてみてください。そちらではもう早々上がってましたけどね。またそういったものも照らし合わせて、インスタ、ツイッター概要欄に載ってありますんでね、そちらも照らし合わせてまたご覧ください。いやー嬉しい。今回は嬉しいよ。しかもね、大型なんで、大型だからね、こう見栄えもするしね、今度じっくりね。カスタムジェットバッてご紹介しますんで。では本日もご視聴、長々でしたね。第3話、第3話じゃないや、3話にあたってお送りしました。また次もご用意しておりますんで、楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。いやー、いい、めちゃくちゃいいな、本当にめちゃくちゃいいもんな。